11月6日午前の取引が終了しました。日経平均株価は小幅ですが上昇しております。先週末と比べまして2円43銭高の2万2541円55銭で午前の取引を終了しました。トピックス東証株価指数はマイナスです。先週末と比べて 1.66 ポイント安、 JPX 日経400も 6.85 ポイント安、こちらも安くなりました。値上がり銘柄数は東証一部全体の約 42% の858銘柄、これに対して値下がり銘柄数は約 53% の1083銘柄となりました。値下がりが全体の 53% と過半を占めております。規模別株価指数も大型中型小型いずれも小幅下落となっておりまして、全体的にやや下げた弱かったという試合であります。もっとも日経平均の寄与度の大きいところがやや買われたという動きなどもありまして、ファーストリテイリングなどが日経平均を押し上げたという側面も指摘されまして、日経平均は小幅ではありますが上昇しております。商いは収所としてはまずまずといったレベルでしょうか。売買高9億7900万株余り、売買代金は1兆6895億円、1兆6800億円レベルということで、単純に2倍しますと3兆円を優に超えるレベルとなっております。3連休明けということもありまして、まとまった外国人などの注文も一部入ったというふうにも推測されます。朝方は日経平均上昇して始まりました。連休中の海外市場が総じて堅調、特にニューヨーク市場は最高値更新ということで先週末終わっておりました。さらに為替市場では円安ドル高の流れとなりました。FRB の次期議長に金融緩和を緩やかに解除するというふうな見方をされておりますパウエル理事が指名されたと決まったということなども影響いたしまして、為替市場ではドル円が1ドル114円台半ばから後半まで円安ドル高が東京市場では進んでおります。このあたりも輸出関連には追い風となりまして、日経平均株価午前10時過ぎに今日の一番高いところ105円余りに上昇する場面、今日105円ほど上昇幅を広げる場面もありました。ただその後は徐々に高値警戒感、上昇ピッチの速さに対する警戒感なども広がりまして、売り物が徐々に増えました。日経平均小幅マイナスに転じる場面もありましたが、前引け段階ではわずかに上昇して取引を終えたという動きであります。全体的に物色の方向性が定まっていないということで、全体的に高安まちまち、数で言いますと値下がり銘柄がやや多かったという前場の動きであります。こういった中で今日上昇した銘柄から見てみますと、鈴木が大きく上昇しておりました。ただ前引け段階ではやや上げ幅縮めておりまして、小幅の上昇にはとどまりましたが、最高値更新、今月1日につけました高値ということですから2営業日ぶりの最高値更新となりました。3連休前2日に発表いたしました今3月期の第2四半期業績が好調で、通期予想を上方修正したということが素直に好感されました。空売りの買い戻しも需給面の株価押し上げ要因という見方があります。逆に下げた銘柄としました5801、古川電工が結局全引けで 16% を超える急落となりました。こちらも3連休前2日の決算発表銘柄でありますが、第2四半期決算こちらが好調と、予想からは上振れ着地しておりますが、通期の利益予想を据え置いたということが失望売りを誘いました。先週末2日に7230円という年初来高値まで買われていたということで、好決算期待で買われていた反動で今日は大きく下げたと売られたという動きでありました。以上、今日全引けの模様東証アローズからお伝えしました。